じゃあ中間からまた教育し直していこうかと。まずはゼロ世代。うわあ、1世代目。裸になって呆然としている。はは。2世代目。ん？消えた。消えるのなんなん？お、賢っす。べえ。こいつは何なんだ。あの緑のやつ何なん。ガマ口。くっそ、植物やな。人を食う植物、人を食う植物がなんで遠距離攻撃、遠距離攻撃当てた後移動できないだろ。あいつはどうやって飯食いに行くの。趣味で殺してるだろこいつはよ。11世代。はい、そう、鎧を脱ぐのは何なんだよ。うわー、くっそ、ここで一旦裸になりましてみたいな。裸だ、やったー、ヒヤホイみたいな感じで、ちょうどあの手前でスタミナが切れるような、よっしゃ飛ぶぞーって感じで張り切ってたら、ここでちょうどスタミナが切れて、とりあえず裸になりたいみたいなところがある。お、やりますね。お、ゆいった。はは、火の玉。あの火の玉、あれ俺最初火の玉に見えんかったな、ちっちゃい頃。指サックが飛んでると思って。焼ける。後ろをこんがりと焼かれる。日焼けした。日焼けしたいから鎧を脱いでいくみたいな。サーファー感覚。色が黒いことがステータス。田舎のヤンキー。シーマに乗る田舎のヤンキー。車のナンバーは4188。良いパパ。耳にはピアス。そんな朝嫌だろ。この赤粉ってところがね。なんか、今日勝負パンツで来たみたいな。だって姫様といるとき裸やったもんな。な、惜しいんじゃない？んなあ、今度は前を焼かれるな。後ろと前両方こんがりウェルダンデみたいな。ハンバーグや。ハンバーグやないですか師匠。10。くー、進まない。くー、あー、ダメか。なあ、撃て。くー、くー、うーん、ダメか。拙者じゃあ裸にならせていただきやす。ふひひ、拙者じゃあまずここで裸になるでござる。お、いいんじゃない、裸は気持ちいいでござるな。した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 。変態だ。お、ゼロ距離からの行き過ぎ行き過ぎ。あ、これ、あー、欲しいな。くー、あー、追いつかれる。今日は飛びが多い。この調整が生きてくるか、これ。おお、かわした。お、うわー、おー、やる、いった。一角十や。ボス、あいつ10発当てんといかんのよな。1発当てたな。1発か。1、2、お、2、あ、2発。遠いすぎる。ちょっといける気がせんな。あの後、222世代まで回してみました。どんぐらいかかったかな。全部で3日ぐらいかかった。3日ぐらいかかってますが、6万ですね。6万ですね。あ、デストですが。あ、失礼。変わりませんでした。ちょっと無理やないかなって思うんで、ちょっといろいろ調整したいと思います。今度は、鎧を失ったら評価が下がるように変えてみました。
で、さっきのやつはあのボスにダメージ与えたら評価上がるようにしてたんですけど、それでもダメでしたね。多分ね、鎧着た状態でボスまで行けたらゴリ押しいけると思うよな。それをちょっと試してみようかと思います。いけてないか。にんにん、こいつらも本当はもうただの通勤してる学生なのかもしれん。この3人も仲良し3人組かもしれん。自転車で通勤する通学する学生3人に対してアーサーが一方的にビビっているだけかもしれん。お、くした、ピタッ。あの人何やってるんだろう、あの3人通学してるだけなのに、ピタ、お着物かな。うわ、惜しい。惜しい。お、すくみたいな、ギリギリで達人の間合いでかわしてる。さっすげえな。学生もこれには困惑。通学路で何やってるんですか、アーサーさん。うわ、おい、わえ、何、一瞬昇竜拳みたいなのすると何あ、階段ってことか、あれ。へえ、そうだったんだ。すごいな。へえ、面白。あ、通学中の学生をじっと見つめるアーサーさん。時には下からも見つめるアーサーさん。あー、ダメかい。おちょくってんのか。いや、ダメか。ダメだろう。ゆっくりすぎだろう、マジで。ピクニック感覚で魔界村に来てるだろう。実家にいるような居心地や。鎧を失いたくないあまり、へたり込んどるから腰が抜けた。いや、でもタイミングが分かってるぞ。絶対時間切れだよ、これ。いかんか。行きそうでいかん。はよ、行け。はよ、せい。絶対もうこれ実況してたら、はよ、行け、米がもうやばいことになる。そういうとこ分かってないな、この人工知能は。はよ、せいがもう、えぐいことになる。時間見ろ。まだ今じゃない。まだ俺が動くのは今じゃない。まだ待て。おお、すげえ。あ、でもだ。これは、無理やろ、どう考えたって。おい。こんな感じで、入力する範囲を広げて、で、背景とか、まあその辺も全部、もう本当にゲームの画面を見るような感じに変えてみました。入力値をちょっと変えるみたいな感じにしてみましたが、どうなるやろ。こっからだな。はい、109までやってみましたけども、変わらずと。やっぱあそこで止まっちゃうな。これでね、ここで止まっちゃうね。どうしたのか。はい、次は今まで5フレームごとぐらいに処理してたんですよ。それをね、毎フレームぐらいにしました。多分ね、ジャンプするタイミングがちょうどいいフレームでジャンプしたら超えれると思うよな、この3人は。それをちょっと狙ってみようかと。ほれ、きた。これだ。どうも。あの後274世代まで進めてみました。何日かかったこれ。3日ぐらいです。ずっと PC つけてっからな。でも見てください。おかげで、
なんと。ボヒュッ。ボスまで到達、鎧を着て。3発、4発。4発浴びせることに成功しましたが、そこで終わりです。ボスがね、強すぎる。ちょっといろいろ試してみます。調整を、パラメータの調整とかしてみます。はい、また、ちょっとまた微妙に調整しました。これでちょっとやってみよう。もう、処理が遅くなるぐらい。マップを表示してるともう処理がちょっと遅くなるぐらいで、ちょっと消しますけど。ですね。147世代、6万5000回死んで、3日ぐらいかかってます。なんですけども、こいつが邪悪すぎる。あと、右に行こうとするんで、ちょっともしかしたらこれボスの直前でリセットするかもしれないです。あと、今度は、ちょっと1世代に残す子孫を多くしてみようかなっていうね。とりあえずこれでやってみましょう。また3日ほど回してみましたが、以前より悪くなるという。さあ、ダメですね。ダメですね。また微調整して、アーサーに死に続けてもらおうと思います。202世代までやってみましたが、結論から言うと、倒せなかったです。くっそ。まだしても微調整しまして、試してみようかなって思ってまーす。ダメでした。全くダメです。ですね。もう、この状態から、ボス目前の状態から、再度、ここからリスタートと、させていただければと。もうちょっともうしんどいわ。ちょっとボスだけ、ボス専用みたいな。AI にせんと、ちょっときつそうですね。このやり方は。とりあえずこれでちょっと倒せるかどうかだけ見てみましょう。1世代。お、1発 ?2 発 ?3 発 ?3 発か。1、2、3、4、5。お3、4、1、2、3、4、5。くー、いかないでー。1、2、3、お、しゃがんでる。4、5、6。後ろ、志村。朝、後ろ。構え、拝み、祈り。投げる。感謝のやり投げ。魔界村を出るとき音を置き去りに。1、2、え身軽すぎるだろこいつ。ちょっと待って、この巨体であんだけ飛ぶか。カバのやり口やん。あの図体で速いみたいな。でも7発果てた。最初の頃はやり投げに1日を有していたが、今はもう7発投げるのに1時間、あとは祈る時間が。なんかね。お、ちょっと違うぞ。お、押し出してもらってる。いい、いける。投げろ。の。1。おい、あ、ジャンプを誘発。2、3。ジャンプ誘発。テクが。おい、ちょっと。ジャンプ誘発できると思ったが、2回目は通じず。おぶち切れた。うわ、来た。やっと倒したか。これ鍵取れるんかな。裸で呆然と鍵の前に立つ男がそこには。え、鍵取れるのこれ。あ、もし進んでくれたらな。あのあと202世代までやってみましたが、ここからねずっと変わらなかったです。
やり投げバカになっただけで、やりバカになった状態で学習リセットして、いや申し訳ない。ゼロ世代動かず第一世代のトップ、はい、グリアです、グリアです。ようやくこれをクリアと呼んでいいのかよくわからんが、もう終わらせてくれ魔界村は。コリゴリだ。まあね、人間の方が優れてますねこんな20日以上かけてやるもんじゃない。1日でクリアできるやろ、1年ぐらい人間の方がいいってことでね、終わります。ありがとうございました。